今日はこちら。やっぱりこの寿司とか日本食といったらやっぱりこのお酒というのはね、切っても切れない縁でございます。私も大好きでございます。ということでですね、まあもちろん日本酒いろんな種類があります。その中でもですね、今日はこの、まあ、3つの日本酒をご紹介したいと思います。やっぱり海外でね、最近すごい日本酒がいろんなところに置いてあるんですけども、まあ、皆さん日本酒いろんな種類があって、どういう日本酒頼めばいいの、どういうものを飲んだらいいのって、多分海外の方は特にですね迷うと思うんですよね。で私なんかもやっぱり海外行って赤ワイン白ワインとかいろんなワインがあると、もうどれ頼んでいいのか分かんないっていうことがあるので、今日はですね、まあ、私の個人的な、まあ、意見としてですね、ちょっと、まあ、日本酒についてどういうものかって、これはどういうものかっていうのを説明させていただければと思いますし、日本酒にはですねたくさんいろんな種類があるんですけど、どれが、まあ、お寿司に合うかというところをちょっと今日皆さんに私の個人的な意見として、皆さんに、話していきたいと思います。日本酒もね、まあ、何から作られているかというと、基本的にはですね、まあ、お米、あとはまあ麹ですね、麹とお水、基本的にはまあこの3つで作られております。でそれにですね、まあ、お酒の場合は、まあ、醸造アルコールといって、まあ、主にサトウキビとか原料にしたものを入れているものもございます。まずですね、この純米淡麗というこのお酒、この純米っていうのはどういう意味かというと、お米と麹と水のみで作られているっていうのが純米っていうお酒になります。はい、お米、麹、水のみですね。はい、ね、純米という本当にもうシンプルな、ね、それにこの淡麗っていう意味は、まあ、これすっきりとか、まあ、そういう意味合いをしてます。さっぱりとかすっきりとか、ね、でこれはですね、まあ、辛口、ね、お酒の辛口、醸造、これはね、まあ、醸造酒と言いまして、先ほども言いましたけど、普通お米と麹とお水で作られているのに、醸造アルコールというものを入れて、まあ、逆に飲みやすくしたりすっきりとさせたり、そういうふうに味わいを作ることができるんですね。で昔はやっぱりこの醸造アルコールっていうのは昔米がまだ戦後とか米取れない時に、まあ、いろいろな穀物のアルコールをいっぱい足してですね、あんまりイメージがいいイメージがないっていう方も多いと思うんですけども、今はそんなことなくてですね、非常に良い醸造アルコールを入れてですね、しかも 10% 以下って決まってるんですね。 10% 以下に醸造アルコールを入れて、すっきりとした味わいとかいろんな味わいを作るのに非常に、まあ、すごい美味しいお酒を作ることができます。でもちろんこれは、まあ、辛口に仕上げてあるということです。で最後にですね、まあ、これこのね、大吟醸っていうのがあります。でね、まあこれじゃあどういう意味かというと、基本的には、まあ、醸造酒、本醸造、本醸造で、あとは吟醸酒、あとは大吟醸って、このね大体3つに分かれているんですね。本醸造っていうのは基本的にそのお米の削る、まあ、精米、僕ら言うんですけど精米歩合って言うんですけども、削って残ったものが 70% 以下のものを大体本醸造っていうんですね。はい、要は 30% 以上削ったもの、お米の周りを、それを本醸造で、 60% 以上残って、要は 40% 以上削ったもの、精米したものを吟醸で、 50% 以上、まあ、削ったものですよね、で 50% 以下のものを大吟醸っていうようにしてます。でね、また純米っていうふうに頭につくと、要は醸造アルコールが入ってない純米大吟醸でしたら、要は 50% 以上削ったもので、なおかつ醸造アルコールを使っていないお酒っていう意味なんですね。まあ、そこら辺だけ覚えておけばいいわけですね。でね、まあ、じゃあ何に合うかっつったら、まあ、純米はね、まあ、これ私の個人の意見なんですけど、結局やっぱり米、麹、水、余計なもの入ってないんです。要はお米に合う
ね、普段皆さんお米食べてますよね。それに合うおかずに合うと思えばいいんです。要は米の代わりに酒飲んで、ね、例えばまあお米にご飯に合うカレーはちょっとダメだね。お米に合うおかず、要は肉とか魚とかご飯に合うものだったらこれ何でも合うと思います。で、ね、逆にこの辛口の醸造酒というのは、ね、非常に日本酒味を変えてすっきりした味わいとかにしているので、本当何でも合うんですけども、私は多分一番好きだと思うんですね、この醸造酒の辛口が。これはですね、熱燗とかにしてですね、本当それこそ刺身とかお寿司を食べながら、また焼き魚を食べながらキュッてね熱燗で飲むとすごい最高なお酒になります。逆に大吟醸はね、やっぱり中の本当にお米の芯の部分を使っているので、非常にやっぱり香りもね、こうフルーティーな香りで、すごい女性に飲みやすい、ワインのような感覚で飲めるのでね、もちろん洋食とかでも合いますし、さっぱりしたもの、また逆に脂っこいのを流すっていう面でこう非常に脂っこいのを食べた後に大吟醸を飲むとすっきりとねしたりと、また非常に合いますので、非常にまあおしゃれな、ね、女性の方にはおすすめするお酒だと思います。ということでですね、今日はまあ大きく分けてこのお酒説明させていただきました。ぜひとも皆さんもね、日本酒せっかくですからね、お寿司食べた時にはね、こういう日本酒なんかもいろいろラベルを見てちょっとチャレンジしてみてください。